皆さん、こんにちは。男子フィギュアスケート選手の鍵山優真さんを知っていますか？オリンピックでは銀メダルを獲得、世界選手権では2度の2位を獲得した鍵山優真さんの父子家庭の話や、父の病気のこと、母と音信不通状態になっていることや、怪我のこと、彼女の噂などについて気になっている人は多いのではないでしょうか。そうした話題について詳しく解説しますので、気になっている人はぜひチェックしてください。鍵山優真さんは2003年5月5日生まれで、2023年現在の年齢は20歳です。神奈川県横浜市の出身で、身長は161cm、体重は 51kg です。鍵山優真さんの父親、コーチは1992年アルベールビルオリンピック、1994年リレハンメルオリンピックフィギュアスケート男子シングル日本代表の鍵山正和さんです。鍵山優真さんは師弟関係でもある父親を尊敬しており、2人の姿が似ていることや、滑りや着氷の柔らかいジャンプ、膝の使い方なども似ていると言われるのはすごく嬉しいと話しています。父親の仕事の都合に伴い、富山県や長野県北佐久郡軽井沢町へ移り住んだようです。父親の職場であった富山スケートセンターでスケートを始め、小学2年時に軽井沢へ転居し、軽井沢中部小学校に通い、軽井沢風越公園アイスアリーナを練習拠点としていました。中学1年生の時に出生地である神奈川県横浜市へ転居し、横浜銀行アイスアリーナを練習拠点としていたようです。横浜市立六角橋中学校を卒業し、2022年3月に通信制の星槎国際高等学校横浜を卒業し、2022年4月中京大学スポーツ科学部に進学します。その後、中京大学進学により練習拠点を愛知県豊田市の中京大学リンクに移しています。鍵山優真さんの好きなキャラクターはスヌーピーのようで、演技後はスヌーピーのぬいぐるみがリンクに投げ込まれることもあります。ぬいぐるみが好きなので、ありがとうございますという気持ちを込めて、ぬいぐるみを見せるようにしていますと鍵山優真さんは話しています。特技の一つに縄跳びがあり、40跳びまで可能なようで、右利きですがスケート靴は左足から履く癖もあるようです。こうした癖について、なぜかはわからないけれど毎日の習慣と本人は話しています。鍵山優真さんはフィギュアスケートの元オリンピック選手だった。父親の職場についていき、滑っているうちに楽しくなり、5歳から本格的にスケートを始め、スケートをしたいという意思表示は鍵山優真さん本人からで、氷の上に座ってカリカリになった氷をかじったのが始まりだったと父親は語っています。2014年から2015年シーズンは関東選手権ノービス A クラスで優勝、全日本ノービス選手権では14位となります。2015年から2016年シーズンは関東選手権ノービス A クラスで優勝し、ノービスクラス4連覇を達成、全日本ノービス選手権では表彰台にあと一歩届かず4位となります。この時、同じ年代のライバルに負け、表彰台に乗れなかったのが悔しく、もっと本気で練習をやろうと思うきっかけになったと鍵山優真さんは語っています。ジュニア1年目で初出場となった全日本ジュニア選手権では、ショートプログラムで3回転のコンビネーションジャンプを成功させて8位となります。フリースケーティングでは全てのジャンプを着氷させて12位となり、総合11位となったのです。ジュニア2年目の全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで14位、フリースケーティングでは13位となり、総合 162.40 点獲得で12位となり、第38回全国中学校スケート大会ではショートプログラムで全てのジャンプを着氷し3位スタートとなります。フリースケーティングでは細かいジャンプのミスはあったものの、 114.59 点を獲得し3位を獲得し、総合では 176.31 点を獲得し2位と順位を上げました。また上位者エキシビションの6分間において観客の前で4回転サルコーを見せ、大きな話題になりました。こうしてどんどんと成長していった鍵山優真さんですが、彼は父子家庭なのを知っていましたか？どうやら鍵山優真さんの父親と母親は離婚して父子家庭になったようなので、気になるのはなぜ離婚したのかということですが、
残念ながらはっきりとした理由は分かっていません。ただ噂では父親は転勤が多い仕事だったため、それについていけず離婚したと言われています。また父親が酒乱だったという噂もあります。父親であり現在のコーチでもある鍵山正和さんの姿からは想像もつきませんが、昔はお酒を飲むと人格が変わってしまったかのように気性が荒くなることがあったようです。リレハンメルオリンピックの帰りにお酒に飲まれてしまった鍵山正和さんが、当時のフィギュアスケート日本代表監督である杉田英雄さんに殴りかかった事件が週刊誌で報道されたこともあったのです。もしかするとこれが離婚の直接的な原因になっているかもしれません。そんな鍵山優真さんの父親ですが、どうやら病気を患っているという噂があるのです。現在は指導者として活動している父親ですが、脳出血を患い車椅子生活になっているようなのです。脳出血により一時は入院していたようですが無事退院。しかし左肩側の麻痺が残ってしまったようで車椅子生活を余儀なくされました。父親が倒れた時はちょうどジュニアグランプリを終えたばかりだったこともあり、鍵山優真さんはかなり動揺していたはずです。しかし懸命なリハビリをし麻痺は残りましたが、無事コーチとして復帰したのです。ただ父親が復帰した時には病気であったことやリハビリをしていたことなどは一切公開されていませんでした。そのため車椅子で移動する鍵山優真さんの父親をメディアで見て心配していた人も多いのではないでしょうか。鍵山優真さんはフィギュアスケートで大活躍していますが、離婚した母親からは何の連絡もないのでしょうか。残念ながら鍵山優真さんの母親に関する情報は一切ありません。そのため連絡を取っているのか、それとも音信不通になっているのかなどもはっきり分かっていないのです。これだけ鍵山優真さんは活躍していますので、完全に音信不通であるとは考えにくいですが、はっきりとしたことは分かっていません。鍵山優真さんは2022年のインタビューにおいて、同年7月末に痛めた左足首は疲労骨折寸前だったといい、グランプリシリーズなど今季前半戦は欠場していました。この左足首の怪我により全ての国際大会を欠場したのです。鍵山優真さんは、人生で初めての大きな怪我をして治るか不安な気持ちだったが、絶対に治してやるという強い気持ちだった、ネガティブな感情はなかったと語っています。まだ若い年齢ですが、ここまでポジティブに考えられる鍵山優真さんの将来がとても楽しみです。そんな鍵山優真さんは現在彼女はいないと思われます。結婚などに関する情報や好みのタイプなどについての情報もありませんので、もしかすると今後そうした情報が出てくるかもしれません。いずれにしても今後の鍵山優真さんの活躍には目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。